皆さんこんにちは。最年長で G1 制覇を果たし天才ジョッキーと言われる武豊選手、その武豊選手の奥様は元女優で歌手の佐野涼子さんです。武豊選手は私生活では美しい奥様がいらっしゃる一方で、2度にわたる不倫報道が世間を騒がせ、数々の女性問題で世間を賑わせました。また武豊選手の選手生命が脅かされる可能性が浮上していることから、お二人は離婚の危機とも言われているそう。今回は武豊選手と佐野涼子さんの離婚危機の実態について、八百長疑惑についてご紹介します。武豊選手はデビューしたその年に当時新人最多勝記録を更新して、2年目の菊花賞で G1 を制覇され、天才ジョッキーとして注目されていました。その後も JRA 全国リーディングジョッキーは18回獲得していたり、騎手大賞は歴代最多となる9回獲得されています。通算 G1 勝利数は海外の数も含めると100勝以上の記録も持っています。さらに通算4000勝を超える JRA 歴代最多勝記録、歴代最多騎乗数記録を更新するなど、数々の記録を更新していて、まさに日本競馬界のレジェンドジョッキーです。競馬の G1 大阪杯が2日兵庫県宝塚市の阪神競馬場で行われ、2番人気のジャックドールの手綱を取った武豊騎手が54歳19日の JRA 最年長 G1 勝利記録を打ち立てました。従来の記録は岡部幸男元騎手が2002年の天皇賞秋で樹立した53歳11ヶ月27日だった。武騎手は1988年菊花賞をスーパークリークに騎乗して制し、19歳7ヶ月23日の G1 最年少勝利記録も保持しています。約35年で最年少と最年長の記録を独占し、武騎手はこの記録をもっと伸ばせるように頑張りますと語りました。京都府出身で87年にデビュー、競馬人気の火付け役となり、2018年には JRA 通算4000勝を達成するなど華々しいキャリアを歩んできたが、困難もありました。10年3月落馬事故で頭からコースに叩きつけられて肩や腰を骨折する大怪我を負い、一時期はスランプに陥りました。それ以降も痛みを体のどこかに抱えながら地道に訓練を続け、一線を走り続けてきました。 G1 では歴代1位を独走する通算80勝目、 JRA 通算では4412勝目で、目標の5000勝にまた一歩近づきました。数々の名馬に乗せてもらったおかげ、レース後はパートナーの馬たちへの感謝を口にしました。武豊選手の奥様は元女優で歌手デビューもされ、1980年代から90年代中盤にかけて活躍されていた佐野涼子さんでした。芸能活動歴10年の佐野涼子さんは今でも注目されるいわゆるおバカタレントと、バラエティアイドルバラドルの走りといえるほど天然で不思議な発言を連発させる方だったそうです。バラドルとして人気が出たのも、当時所属していた浅井企画という事務所がお笑いをメインとしていたことも影響していたのかもしれませんね。そんなお二人が離婚危機という噂があるんだとか。武豊選手が離婚危機と噂される理由がとんでもないものばかりでした。大きな理由としては不倫報道があります。幾度となく女性関係の噂が流れたり、実際にフライデーされてしまっていたり、女性問題は多々ありそうです。武豊選手は公職な方だったようです。武豊選手の不倫相手の一人にはフリーアナウンサーの美馬玲子さんがいます。2006年頃からモデル活動を始め、2010年には TBSK 朝ズバなどでお天気キャスターを務めていました。美馬玲子の競馬場天気予報という番組を持っていたそうで、かなりの競馬好きだったとのことです。2015年頃に2人は六本木で恋人つなぎで歩いていたところ、女性セブンにキャッチされています。さらに武豊さんの不倫相手の一人がタレントの高良愛さんです。高良愛さんとの関係はかなり親密な感じだったのでしょうか。大きく報じられていました。キャスターとして活躍されていて、競馬番組やドラマにも出演されたことがあるそうです。もちろん武豊選手との共演もあります。フライデーされた場所は京都四条河原町の交差点で、熱烈なキスを繰り広げていたところを収められていました。これに対して武豊選手はフランス式の挨拶と弁解をされていますが、そんな簡単な関係ではない雰囲気が出てしまっている感じですよね。この報道に対して妻佐野涼子さんはしっかり激怒、そして反省する武豊選手を見て、フライデー写真は絶対見ないと武豊選手と約束し、これで解決、この話はなしと収束させたとのことです。また離婚の危機の理由として、武豊選手のマル秘内容が世間に暴露される可能性があることです。ガーシーこと東谷義和さんは自身が配信している YouTube の暴露系番組ガーシーチャンネルで有名芸能人の実名を出して、
暴露話を証拠を出して紹介していることで世間に衝撃を与えました。東谷義和さんのガーシーチャンネル2022年5月13日の配信内で竹豊選手の暴露ネタをやると生配信で宣言をしていたことが分かりました。竹豊選手の暴露ネタとなると女性問題のことはすでに周知の内容で面白みが持たれにくいことから可能性が低いと予想されています。それならば競馬界の抱える闇についてでしょうか。過去に竹豊選手は八百長を噂されたことがあります。それこそ八百長問題が証拠付きで暴露されたらとんでもないことで、たとえ競馬界のレジェンドといえど選手生命も絶たれる可能性もあります。このことから視聴者の間でもバレネタで盛り上がっているようですね。この暴露ネタによっては世間に騒がれ、妻佐野涼子さんにも少なからず影響があるでしょうから、過去不祥事も含めて離婚を言い渡される可能性があります。今のところ離婚危ういという噂は出ていないものの、ただごとではないスキャンダルが出てきて離婚なんてことにならないように祈るばかりです。実は武豊さんには嫁との子供とは別に認知している子供がいるという噂がありました。ということは武豊騎手には結婚はしていないけれど、その人の間に子供がいたり、嫁と結婚する前に結婚していた人との間に子供がいたりしていた可能性があるというわけですね。もしその事実が本当であればビッグニュースですよね。調べた結果、武豊騎手には現在認知している子供がいるという事実はないようでした。ただのデマであったというわけですね。よくわかりませんが、芸能人や有名人には婚外子がいるというような噂ってよくありますよね。お金があったり知名度があるためモテる、その反面世間一般的ではないような隠し子もいる可能性が高いというのが世の一般的な考えなのでしょうか。特に武豊騎手には嫁との間に子供がいないとなると、その遺伝子を引き継いだ子供がどこかにいるのではないかと思われるのもたやすいのかもしれません。ただ武豊騎手に認知済みの婚外子がいるという噂が広まったのにはある理由があるようです。実は武豊騎手には過去に2度女性との浮気が疑われる報道がありました。この2回の不倫報道から武豊騎手は女性好きと思われてしまったようですね。そのために武豊騎手には隠し子または婚外子がいるのではという噂が広まった可能性はあります。では武豊騎手と嫁との間にはなぜ子供がいないのでしょうか。一部では武豊騎手に子供がいない理由として武豊騎手が競馬に集中できなくなるから、子供がいると競技の練習中でも子供のことを考えなければならないことがあるからと言われていたようです。どちらも本人が発言したコメントではないので、ファンが考えている噂なのだと考えられますが、仕事に集中したいというのが理由かもしれませんね。また武豊騎手と嫁の佐野涼子さんの間に子供がいない理由として、お二人とも子供が好きじゃなかったのではないかとも言われているようですが、実は武豊夫婦は子供が欲しくないのではないかという意見もあるようですが、それは間違いのようです。武豊騎手は結婚した3年後には子供を望んでいることがわかります。このことから武豊夫婦は子供が欲しくなかったわけではなく、できなかったというのが正解なのかもしれません。もしかすると武豊騎手か奥様のどちらかが子供ができない体質なのかもしれません。または武豊騎手ではなくて奥様が子供を望んでいなかった可能性もありますね。どちらにせよ、子供を抜きにしても一緒にいたいと思える関係性だったために、今でも夫婦水入らずの生活を送っておられるのでしょう。武豊騎手は子供がいない代わりに馬を子供のように愛しているのかもしれません。いかがでしたか。今回は武豊選手と佐野涼子さんの離婚危機の実態について、八百長疑惑についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。